フォーによるループはねできたでしょうか、まあ、回数が決まっている時によく使いますで今日2つ目のループですけどもワイルというループを見ていきますワイルの基本形ですねこういう書式で書きますワイルの方はねその後ろに条件を書いてその条件が満たされている時トゥルーの時ですね丸の時にブロックの部分を繰り返す っていう繰りり返しになりますで、条件満たさなくなったら終わって、えー、ブロックの次のところを実行する、次に動く、あのー、制御を移すという形になってます。で、えー、EX6 の2ではね、A イコール0、で、カウンターイコール0、で、A の値がね、10よりちっちゃい、10以下ですね、の時、えー、繰り返しますよと。まあ、最初0なんでね、 えー、満たしてますので実行しますでカウンターの値がねカウンタープラス11増やします1増えた値をカウンターに代入しますで、えー、a に、えー、カウンターの値を出しますこれはあの上の書き方で言うとね a イコール a タスカウンターのことなんですけれども、えー この,の演算子です、ね、プラスの演算子が A に対して、ね、カウンターを足しますよとで足した結果また A に戻しますよということで、えー、足される対象物と、ねえー、結果を代入する箱が一緒の場合、まあ、こんな感じで、ね、A プラスイコールカウンターと書くことができます A の値にカウンターの値を足し算して A に入れるよとそういう形ですで同じく、ね、対象物が一緒で、えー 結果も、ね、同じものに入れるよという場合であればプラス以外の、ね、演算子マイナスとか、ね、割るとかかけるとかでもこれができますだか,らか,かけるイコール2って書くと、ね、2倍した値を入れるよとそういう感じの、ね、意味になってきますで今ここでは、えー、とまず最初にカウンターの値が1増えますまあ最初0だったら1になってますねで a0 でしたけどもそれにカウンターの値足してまた a に入れると1になりますね で、a の値はまだ、ええー、十よりちっちゃい、十以下ですね、えー。満たしてますので、繰り返します。えー、カウンターの値が一増えます。さっき一だったので次二に,になります。で、えー、a に今度はね、そう、二を足し算します。ここだけ繰り返しだけを見ていくとね。カウンターの値が一ずつ増えていって。a にはね、その増えてったカウンターの値を足し算していく。なんか、一足す、二足す、三足す、四足す、点点点点点って感じで、a の値がね、増えていきます。 A は普通にね、1、2、3、4、5と増えていきますけども、あカウンターの値はね、1、2、3、4、5と増えていきますけども、A の値は、そのシグマの値ですね、最初1で、次が1たす2、3になって、次が1たす2たす3になる、次が1たす2たす3たす4になる。っていう感じでね、シグマを計算するような形になりますで。その A の値が10以下だったら繰り返します。つまり10超えたら終わるんですね。 これ何回目になるでしょうと。これは最初から分かりませんよね、えー。求めるのめんどくさいですけども、こういうループの書き方をしてやると、a の値がね、10超えたら終わりよと。で、その時ね、カウンター何だったかなと、最後足したカウンターの値は何だったかなというのをね、えー、見つけることができる。そんなプログラムです。で、ねえー、1足す2足す、点ん点 N ま n、まあ、これ足す n ってかていいかな、が10を超えるのは、えー、そのカウンターを足した時であると。 こういうい、ね、何回繰り返すか分かんないよとでも条件、えー、満たしてる感を繰り返して満たさなくなったら終わるよという繰り返しを書くことができます。じゃあこれをね、えー、指示通りに書き換えてみましょうというのが、えー、次の6の5です。 でえー、提出は、ね、繰り返しを終えた時のカウンターの値ですね。それをだけで結構ですあの。動作結果とか出しちゃうと大変なことになっちゃいますので、えー、最後、カウンターの値どうなったかを答えてください。で、えー、今は、ね、A の値が、ねえー、10までってやってますけども、じゃあこれ100個にしたらどうなるかと。<laughs> これ実は答え皆さん知ってますよね。えー、1から100まで足した結果何歩ですかということになるわけで、えー、答え知ってると思いますが、本当にそうなるか。 っていうのをね試してみてくださいプログラム側でね確認するとまあ、なんか検算するって重要ですよねなんか数字が出てきたけどそれが合ってるかどうか分かりませんじゃ困りますプログラム間違ってる場合もあったりしますので、えー、答えわかってる数でね試してみるそれはあの大切な作業ですで、えー、今これね、えー、カウンターの値を順々に足していってますけどもこういうプログラムというかここの条件式ねちょっと書き換えてやるともっと複雑な計算も できるようになりますでまず1つ目はねカウンターの値を足すんじゃなくてかけ続けてみましょうとそんなあの累積値をね求めてみましょうで A が100を超えた時に何本になってるかなと1かける2かける3かける4かける点々点かける1 0 0とそういう計算をねコンピューターさせてみましょうという課題ですで、えー、と注意してほしいのはね A の初期値 これ今 A イコール0からね始まってますがこのままそれやっちゃうとね 0×1×2×3×4 になってあのいつまで経っても0のままになっちゃいますのでえこれ A の初期値はね0から1に変更してくださいでその上でねえまあだから1回目はだから 1×1 になるんかなで次 ×2×3×4 となっていきますので問題ありませんよねえ100までかけ続けと時にてきんになるかっていうのをね出してください で3つ目、もっと複雑なことをやってみましょうと。あこれまたあの A の値に、ね、初期値0にね戻してくださいね。えー、さっきの位置に変更するのは掛け算だから書いただけなんでね、えー、戻してください。で、えー、A の値がね、偶数の時は足し算、あごめんなさい、A じゃないわ、カウンターですね、カウンターの値が、えー、偶数の時は足し算して、えー、奇数の時は引くっていうことをやってみてください。 それを A に大あの演算し続けてねその A の値結果がね30を超えた時で何回目かなと何項目になるかなっていうのをね見つけてくださいつまり、えー、と最初どうなるんだカウンターの値1ですね奇数から始まりますので引く1から始まるんかなで、えー、次偶数なん多数で足す2で引く3足す4引く5足す6で繰り返していった時に えー、結果が30超える30じゃダメですねだから31になるんかな、えー、これ31で条件書いちゃうと意味変わっちゃいますのでね、えー、やめてくださいね30を超えた時にカウンターの値何倍になっているかというのをね、えー、見つけ出してみてくださいそういう複雑な計算をねこれで簡単にプログラムできるというのがねこのプログラムの面白いところです でえー、教科書の方もね、そういうワイルドの例題がね、載っていますで、えー。課題6の6としてね、教科書127ページの、えー、チャプター5の2を、えー、実入力してね、実行してみてください。えー、画面にね、えー、キャラクターを表示しようと、画像を表示しようと、画面いっぱいになるまで表示しましょうという、そんなプログラムになっています。 画面サイズ変わった時にね、えー、柔軟に対応する、そんなプログラムですね。で、えー、128ページの方も似たような感じかな。えー、さらに条件がね、えー、横だけじゃなく縦にも動くよと、画面いっぱい出せないかなというプログラムになってます。で、えー、最後集大成ですね、6の8、えー。教科書129ページから130ページにかかってね、えー、プログラムがありますけども、こちら。えー 条件満たしたらね、ブレイクというのを使って、えー、繰り返しを抜け出る。そういうやり方もね、えー、あります。そういう時はワイル文はね、もうトゥルーにして、あの無限ループにしちゃってね、条件は中に書くと。疑フ文で書いて、えー、ブレイクで終わる、抜け出る。そんなやり方がね、載ってますので、えー、試してみてください。はい。という感じで、えー、今日の課題ですね、6の1から6の8まであります。 ただ、えっ、ー、と、6の4はね、あの、円描いてみましょうというやつなので、かなり難しいと思いますので、えー、2とします。で、教科書のプログラムをですね、えー、教科書の何たらを入力して実行しましょうという課題に関しては、あの、提出はね、えー、必要ありません。えー、出してほしいのはね、あの、この授業のページに載ってる何たら答えなさいというとことかですね、そこを出してください。で、課題はメールで提出してください。件名はね、レポート06。 アドレスはね、com02-elac.lucop.ac.jp に出してください。えー、水曜日終わるまでですね、木曜日の朝にあの採点作業しますので、えー、水曜日終わるまでに出すようにしてください。